福島瑞穂投手、子育てをしやすくなるのですか？しやすくなったら本当にいいですよね。私も子育てをして国会に通いました。子供がいた時は中学校の公立学校、毎朝お弁当作りながら国会に通いました。学童クラブに入れるために引っ越しもしたんですよね。だから子育てで苦労している、大変、そういう人の悩みは本当によくわかります。子育てってお金がかかる、子育て罰なんていう言葉もあります。教育にかかるお金、無償化していきましょうよ。高校の授業料の完全無償化、多くの国が大学の授業料、入学金も無料です。男性も女性も育児休業が取れる、育児時間が取れる、1日の労働時間規制しないと子育てってできないんですよね。保育園、学童クラブ、これの充実、子育てが楽しい、しやすくなる、そんな社会を社民党は全力で実現をしていきます。